と共に王領の反乱を鎮圧した。本来王領の妹である郭淮の妻も処断されるはずであった。だが司馬懿は郭淮の活躍を認め、彼の妻の除名に動く。結果として郭淮の妻は救われることとなった。愛妻家であった郭淮は司馬懿に心より感謝。改めてお礼をすべく司馬懿の邸宅を訪れた。司馬懿殿。おお、郭淮、もう出仕して大丈夫なのか。おかげさまをもちま家族全員息災にございます。そうか、ならばよかった。司馬懿殿が私と妻をお許しくださったこと、あの世に参りましても決して忘れませぬ。ご一族死死孫孫に至るまで草葉の陰から見守りますゆえ。それはありがたい。お前が命がけで救った命だ。今まで以上に細君を大切にね。なんとありがたきお言葉。亡き長春家殿も司馬懿殿のお近くできっと。ありがたくもね。私が恋しいのはあれの作った肉まんだけ。司馬懿殿にあやかり、この郭白生、これよりも死ぬ気で妻を愛し抜くと誓いましょう。